どうもこんにちは、のです今回の YouTuber さん紹介私のねよく見る YouTube チャンネルを紹介するコーナーなんですけども今回はタカスクリニックのタカスミキヤさんを紹介したいいと思いますえ実はタカスミキヤさんの動画をずっと見ていてあのタカスクリニックのね、あのー、ご子息だと分からなかったんですよ最初はずっとこのあミキヤさんって人がずっとやってるのかなと思ったんですけどもタカスっていう名字でねピンときたんですよね で、まあ、そういうことなのかな高須クリニックってッコで書いてあるもんなみたいな感じで、ちょっと何もかもね、鈍感だったわけなんですけども。でも、このミキヤさんの動画の放送が面白いのは、例えば今回のテーマってのは、えー、薬局で販売される肥満改善薬、洗いの効果について、医師の立場からこうやってね、お話ししてくださるんですよ。で、実際に自分も処方していましたよっていうふうに言われるんで、えー、この副作用についてもね、語っておられますけども、なんとですね、 なんか処方飲むだけでかあれと同じように、まあ、ちょっとハードルがあるんですけどもあれと同じように取ることによって痩せていくっていうねそういった夢のサプリがあるんでこういうことをね興味を持って私も見るじゃないですかそれが十分納得のいくことでもあったしあとはね最近の,その保育士さんとかが、あのー、幼いね 男の子や女の子にこう虐待をするみたいなことを問題になってましたけども、で、ああいったことをね、えっ、ー、と、いろんな経験とか知識の中で解釈してくださったりとかして、ああ、自分と考え方同じだなとか、ここはちょっと違うなみたいなね、結構気づきがあってね、すごく面白くって、更新されるたんびに、あの、倍速で見てるんですよね。ちょうどね、話し方がね、倍速にするとちょうどよく私の耳に入ってくるんで、あの、面白いなと思って、ためになるなと思って聞いてるんですけどね。まあ、こういうふうにご自分の、まあ、いわゆるね、本業の知識とか経験を YouTube 上に、 こうアップロードすることによってたくさんの人に、えー、見識や知識が広まるのはすごく私の理想とするところかなと思います。で最終的には多分このミキヤさんは自分の、ね、ご自身の院の方に足を運んでくださる方が増えるって形なんでしょうけど私の場合は別にね店やね病院を持ってるわけではないんで、まあ、あのネット上でやり取りして終わりみたいな感じになりますけどもそれでもね あの多くの人の役に立てるようになというふうにこのミキヤさんを見ていていつも感じるところでございますそれでは動画はリンク先にね今回のテーマは薬局で販売される肥満改善薬洗いの効果についてオルリスタットっていうやさしいですけどねこれについて話してますんでこれはためになりますよ是非上下の方からね、えー、チャンネル登録なり再生ボタン押してみてくださいそれではいらっしゃい